荒木大輔です。今、甲子園球場に来ています。ここは私の野球の原点の場所です。創立時代もたくさん試合をさせてもらい、多くの、絆を仲間と築きました。実は私、YouTube を始めることになりました。テーマはつまり高校野球。いろいろなゲストの方に来ていただき、高校野球の話をたっぷりしていただきます。ここでしか話せない話もたくさんあると思います。ぜひご覧ください。